日本北海道檜山振興局、檜山振興局は、北海道の振興局の一つ。振興局所在地は、檜山郡江差市長。尻部市総合振興局、日高振興局と並んで、振興局所在地が、市でない振興局であるとともに、日高振興局と並び、館内に、市を持たない振興局である。2010年4月1日、檜山市長に代わって発足した。 従来の檜山市長と同一である。14市長を旧総合振興局、五振興局へ再編する北海道総合振興局設置条例では、小島市長より改組される道南総合振興局の下部組織として設置される予定であったが、格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に条例を改正。檜山をはじめとする五振興局については、 総合振興局と同等の地位とされる一方、広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接する都道総合振興局が、檜山振興局管内を含む都道、檜山地方全域において事務を担当する。檜山振興局の自治体1、江差市町、2、上野国町、3、厚佐部町、4、乙部町、5、瀬田町、6、今金町、 7. 奥尻町北海道内の旧総合振興局、五振興局の中で最も人口が少ない。ありがとうございます。